ありがとうございます。じゃあ続きまして、ひなのちゃん。はい、あ、聞こえてますからね。うん、聞こえてるよ。聞こえてます。すいません、当てなきゃいけないんですよね。ちょっとエアコンの音めっちゃ入ってね。エアコンの音えぐいぐらい。はい、寒いですよね。ヒーターの音が、あ、すいません、あ、ディスコ所属の立花です。おい、やめろ。誰だお前は。何してもらえる。すげえ。何それ。2人いる。何これ。紙どっちならでも当てれると思うな。これやっぱマジか。当てれるか、さすがに。どっちだ。ほらもう前出てるもん。もう前出てるもん。もう当てる。ひなちゃんも当ててください。あ、オレアポ担当、オレオ担当。あ、オレアポのオレオ担当ですね。本物の立花さんは、うん、どちら。左っすね。なんだろうな。お、お、どちら。え、すごい。すげえ。すげえ。さすが俺やポ担当。やべえ。すごい。えぐ。まあまあ余裕だよな。いつも見てるもんな。それも神戸っていう役職やん多分。あれ。心眼。あれね。心眼使える。川地さんと黄色シトルってさ、と絶対この中にしてまった。なんかちっちゃくね。これやったことないから分かんねえな。ルーシュトルテさんが、なんで矢印ついてるのこっちだけど、こっち何。誰かこれ俺が疑われちゃうんじゃない。誰かここです。怖い怖い。なんか死んでます。なんか死んでんだけど。誰。俺が疑われる。え、いつ死んだ。誰。人らしいです。まずいって。人らしいです。ユーザーさんが言うには多分エンジンルーム。エンジンルーム。で3人でいたんですけど、途中で神戸さんもなんかいて、でなんか4人でバーって来たんだけど、で途中なんかまた3人になってたら、エンジンルームのところで多分瀬戸さんの試合と、なんか神戸さんが近くで人死んでるってなんか。いや、実は何、実は自分で殺したんだけど言ってんじゃないのそれ。ねえ、神戸くん、それ自分で殺したんでしょそれ。本当に違うっすよ。僕なんかその分かんないから、とりあえず左に矢印あったところなんか行ってみようかなみたいな思って、はい、そしたらなんか死んでたんすよ一人。でもここで俺が報告したら、なんか俺一人はぐれた時に死体見つけたらなんか怪しいじゃないですか。とりあえずだから叫んどこうかなって思って、もう怪しい。それだってそれあれでしょ。まあまあでも、まあまあまあ初心者なんで。でも俺も人が死んでるって叫ぶからな。ググって叫ぶぞ。まあしゃあない。AK ある。 AK。 AK。 あ、すごい。デザートイーグルだ。デザートイーグル、金のデザートイーグルですよね。あ、おい、今、おい、あ、死にすぎ、死にすぎ、死にすぎ。僕本当最初に僕とミルさんと立花さんでいたんですよ。3人でいて、で僕一人はぐれちゃって、立花さんとミルさんがどっか行ったんですよ。そしたらミルさん死んでるってことは、これ立花さん鬼って。いや、お前ヤバさきかばったのにそういうことすんだね。分かったよ、もう分かった。え、あの、とりあえず、私がクマタンペをシャワー室で見つけた。キッチンでタスクしてって、その時に多分ミルちゃんとカミトさんとすれ違ったってあったんだけど、でなんかカミトさんずっと武器庫ら辺でうろうろしてたから、私が最後見た時も。だからシャワーまでは多分行けないと思うから、シャワーの殺人は絶対してない。そこは、多分そうだと思う。うん、そうか。カミトさんが、なんか、うわこれは武器のなんとかこうとかだって言って。いや、これ絶対、待って、これ絶対なんだ。絶対ランタン。私はランタンにいるわ。どうなんだろうな。そうだよ、聞こえちゃうよ。ナイちゃんちょっと臭いな。またお前かよ。なんでお前がここにいんだよ。いいんだよ、お前が来たんだろ。お前を手下にしてやる。お前を手下にしてやるよ。なんだと。うるせえバカが。ナイちゃんが。え、怖っ。え、怖っ。あ、俺が…え、ああ、ひかりちゃんに嫌われた今ので。今めちゃめちゃ、はい、嫌われました今、ねえねえ、はい、やっちまった。
やっちまった。いいなぁ。なんで神様のこと見て無視んだろうね、死んだのに。かわいそう。いいなぁ。私はね、かわいそうだと思うよ。さすがにね、神様が死んでるのに誰も触れてあげないのはかわいそう。お前が俺を殺したんだ。ふうじゃない。立花君だったからもう殺していいやっつって。うーん。ここ行きづ、なんここ移動しづらい。弁当使っちゃうなよ。お前には地下移動があるだろう。地下移動しちゃいだよ。もしもオレオの方がそう言ってるよ。俺の話を知ってて、って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 オレオがそう言ってるよ。アポロ心配するからみんなと一緒にいるわ。アポロって言われてんの。どんな顔して私マップ見てたって嘘ついてたんですか。初めて読んで。本当にやってないですか。でもガチでマップ見てた。ちなみにさっきはやってます。